はい。今回は、マスゴミのモラルがやばすぎるぞーっていうようなですね。そんなお話が話題になっていますので、紹介していきたいと思います。えー、先日ですね、広島市で G7 広島サミットが開催されましたよね。えー、モラルのないマスゴミがですね、岸田首相に逃げるのかーつってですね、叫んで海外に恥をさらした、そんなマスゴミもいましたよね。恥をさらすのはですね、G7 広島サミットが開催されている間だけではありませんと。 G7 広島サミットで記念品が配られたんですけども、マスゴミたちがですね、えー、このもらった、ただでもらった記念品をですね、フリマで転売している行為、見事にバレてしまいまして、えー、こいつらモラルがなさすぎるだろうマスゴミーつってですね、批判殺到しているようですので、えー、そのあたりのお話についてですね、えー、やっていきたいと。 思いますえー、東京オリンピックの時はですね、テレビ朝日がやってましたよね、まさに。えー、東京オリンピックのグッズはですね、メルカリで言って見事に文春に報道されてしまっていましたけども、また同じようなことをやっちゃってるわけですよね。いやー、懲りない人たちですよね。こういうのが、やっぱり報道されてもダメな行為だっていうのがわからない人たちなんですよね。えー、それではですね、こちら、今回の記事をですね、まず紹介していきたいと思います。広島サミット記念品。 フリマサイトに相次ぎ出品。福山特産デニムのバッグ。生産者悲しいっていうのでですね。こちら中国新聞の記事になりますと。広島市での先進7カ国首脳会議 G7 サミットの記念品として配られた福山市特産のデニムで作ったバッグがインターネットのフリーマーケットサイトに相次いで出品されている。製造した業者は、ビンゴの文化を知ってもらおうと企画しており、意図を踏みにじる行為と嘆いている。 まあそういう人たちですからね。えー、製造業者さんたちまでですね、こうやって怒らせるというですね、もう相当やばい奴らですよね。もう他人の善意を踏みにいじる行為。まあそろそろやめた方がいいんじゃないかなと思いますけどね。もういらないならそもそも持って帰んなよって話じゃないですか。本当になんか、相変わらずですよね。えー、それから外務省は約3500個のサミットバッグを用意。 おりずの再生紙を使ったメモ帳や鳩型に圧縮したタオルなど5点とセットにして各国代表団のほか広島県立総合体育館に設けられた 国際メディアセンターで報道関係者に配ったっていうのでですね。まあ普通の転売だったらですね、これ誰がやったかわかりませんけども、もうこれマスゴミに配ったものなので、マスゴミ関係者、もう複数人でやっていたっていうことがバレてしまってますよね。もう個人まで特定してですね、これしっかりとお互い報道し合った方がいいんじゃないですかあっちのマスゴミにやばい奴らがいたぞーっ,つってですね。<laughs> やばい者同士で報道し合った方がいいんじゃないですかこれ。うん。もうだってこれ各国代表団はですね、別に日本で メルカリ使ってる <laughs> 日本に住んでるわけじゃないですからね。まあもしかしたら日本に住んでる人もいるかもしれないですけど、まあメルカリ使う人って大体まあ日本人ですからね。うん。まあさすがに海外からメルカリで売ってるっていう可能性は低いので、もうほぼ日本のマスゴミだろうっていうのがもう確定ですよね。うん。それから24日時点でフリマアプリで検索すると非売品などとしてバッグの出品が10件以上確認できる。 セットとした品物を含めて3万円以上の値段をつけているケースもあったというのでですね。え、これ業務の中でですね、ただでもらったもの、しかもこれ税金で作ってるものじゃないんすかね、これ。税金のような気がしますけどね。そんなものをですね、3万円で売るだなんてですね、もうこれ、どれだけ自分たちが特別なんだっていうのをですね、勘違いしているのかっていうのがですね、本当なんか勘違いしてますよね。 えー、しかもですね、こんなことやってるのがですね、一人や二人じゃないことからもですね、マスゴミ全体のモラルの低さっていうのがよーくわかりますよね。一人や二人じゃないですから、これもう10件以上あるってことは複数人がやってるわけですからね。この業界がいかにおかしいかっていうことがわかりますよね。で、バッグは福山市内の7社が作成。黒色和紙の糸を織り込んだ記事。 伝統の刺し子風模様の3種類のデニムをつなぎ、産業が集積する同士の特色を表現した。携わった篠原的スタイルの篠原ゆき社長は、サミット期間中から出品されており悲しい。出品も購入もやめてほしいと話す。同社などはレプリカを1万円程度で販売する予定。 準備を急ぎ、6月中に販売するっていうのでですね。え、もうこれ、生産者も困らせるマスゴミと、え、バレた担当者、会社はですね、今後一切のイベント立ち入り禁止とかですね、罰金とかやった方がいいんじゃないかなと思いますけどね。うん。本当馬鹿にしてますよね、こいつら。 で実際にですね、えー、メルカリのページを見てみますと、結構ですね、いろんなものが売られていますと。これ、非売品というものをですね、中心にちょっと見ていきますと、本当ですね、いろんなものがありまして、えー、こちらのトートバッグですね。こちらのトートバッグ、先ほど記事に出てきたものだと思うんですけども、もうこんなのもですね、2万円とかで売られてるわけですよね。まあ、記事3万円って書かれてましたけども、これは2万円ですよね。 で、こんなトートバッグとかも7000円とか9000円とかで売れてるわけですもんね。うん。いやーなんか、レプリカが出てくるって書いてあったので、まあそういうのを買いましょうよとしかまあ言えないですけども、まあこういう2万円とか3万円とかするもの買わないでですね、こういう人たちから。まあレプリカ買った方がいいんじゃないかなと、どうしても欲しい人いると思うんですけど、まあレプリカのもの買おうよっていう感じですよね。うん、まあどうしても好きな人は好きなんでしょうけどね。 で、これ、ざーっと下の方を見ていきますと、これ1個だけじゃないんですよね。これも1万円ぐらいで売れてますし、もっと下行きますと、これも2万9 0 0円とか、これも3万円ぐらいで売れてますよね。で、これも2万円とかっていうので、結構売れてるんですよね。うん。こういう人たちから買わない方がいいですよ。これも3万円超えてますからね。いやー、ほんとひどい奴らですね。で、これ、トートバッグだけではなくてですね、これ、サミットの、あの、通行書。 通行許可証のですね、これ、ストラップまで売ってるやつがいるんですよね。ほんとなんか、小時期みたいですよね <laughs>。こいつらほんと小時期みたいですよね。しかもこんな、こんなストラップ6000円とかで売ってますからね。ほんとなんか、こいつら人としてどうなんだっていうのがちょっとやっぱり感じますよね。 もうなんかこういうのも全部、イベントが終わった後回収しないといけないぐらいですね。もうほんとモラルが低いことしてますよね。マナーがなさすぎるし、もう本当に日本人なのかというふうに思ってしまいますよね。もうこういう奴らにもうイベントごとでなんかこういう記念品配っちゃダメですよ。金の無駄でしょうと思いますけどね。えー、それではですね、今回の事件についてネット上の声も見ていきたいと思います。えー、まずはですね、こちらのコメントです。 報道関係者にタダで配ったのなんでっていうのでです。<laughs> ほんとそうですよね。なんでこんな奴らにタダでこんなもの配るのかいや、配る意味ないでしょうと思いますけども。いや、まさに配る意味ないですよね、えー。海外とかであれば、その、海外で、まあ日本の文化をあの、宣伝してもらうとかですね。知ってもらうっていうので、まあまあ、100歩譲って意味あるかなと思いますけども、日本のマスゴミに配る意味は一切ないですよ。うーん いや本当にお金の無駄、ただの税金の無駄だと思いますけどね。はい、こちらですね。いいねしておきたいと思います、えー。続いてはですね、こちらのコメントです。広島の友人情報。ローカル番組では生産者がアピールのために和牛などを振る舞い、報道関係者がむさぼり食ってる様子が映し出されたそう。記者には食事。 NGO には何もなしと批判されていたが、宣伝して欲しくて記者が優遇されたのだろう。報道関係者というのは他人がただで物をくれるのは当たり前だと思ってそうだ、というのでですね。いや、当たり前だと思ってるでしょ、この人たち。<laughs> こいつらは全部タダだ、っつってですね。宣伝するからいいだろ、うっつってですね。あらゆるものがタダだと思ってるような人たちですからね。 いや、こんな、なんか、食事もですね、なんか、広島の方々が広島の税金で、こいつらに飯食わすなーつって怒っていましたけど <laughs>、そんぐらいいいだろうっていう声もありましたけど、確かにこういうことしてるとですね、こいつらにただ飯食わせるなっていうふうに思っちゃいますよね。こいつらは高い食事代払わせた方がいいと思いますけどね <laughs>。こういうマナーのない奴らにただ飯食わせる必要はないんじゃないかなと思いますけども、いや、まさに税金の無駄遣いのようですね。え、こちらですね、いいねしておきたい と思います、えー、続いてはですね、こちらのコメントです。これって業務で入手したものを利用しての私的な金儲けしてたことになるよねっていうのでですね、まあおっしゃる通りですね、会社、本来は会社にも与えられているはずのものなんですけども、なぜかそれを個人のものに付け替えて、えー、転売してしまう、えー、金儲けをしてしまうっていうのでですね、業務上横領とかになればいいね <laughs>。 は <laughs> なればいいんじゃないかなと思いますけども、各、えー、報道機関、会社さんですね。えー、自分たち報道に、広島に報道に行った、えー、自分たちの社員の方々が、きちんと転売していないかどうかチェックした方がいいんじゃないですかね。きちんと持って帰って、手元にあるかってチェックした方がいいんじゃないかなと思いますけどね。いやー、会社ごとグルでやってるから、そんなことはしないですかね。こちらですね。いいね、しておきたいと思います。はーい。 え皆さんですね、今回、えー、またもですね、マスゴミさん、世界中にモラルが低すぎることを披露してしまったわけですけども、皆さんですね、このような、えー、マスゴミのモラルの低さについてですね、どのようなご意見をお持ちでしょうか皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントいただけると嬉しいです。えー、それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。 あとはですね、概要欄にこちらのツイッターのアカウントも載せていますので、こちらのツイッターのフォローの方もお願いします。はい。今回の動画はここまでになります。それではまた。次の動画で。